NTT ドコモが謝罪、完全復旧の見通しは立っていません。多くの方々にご迷惑、ご心配をおかけしることをわび申し上げます。NTT ドコモは昨日夕方に発生した通信障害の原因について、サーバーの切り替え工事で不具合が生じたためと発表しました。およそ20万の端末から位置情報が発信され、通信量が増えすぎたため。 携帯電話の通話などにも影響が出ました全国で少なくともおよそ200万人のユーザーに影響が出たということです 3G 回線の一部で利用しづらい状況が続いています